よかった。まだいた。うん、そのつもりだったんだけど、私がよしきを送ろうかなって。私門限ないから。それに学校までなら定期で行けるし。迷惑？けど？明暗でしょ？よしきこそ嫌な顔一つしないで付き合ってくれてありがとう。私も。私も。次の土曜もデートしよう。じゃあその次も。絶対だよ。どこ行きたい？どこでもいいよ。ヨシキの行きたいところ行ってみて。
ごめん、うち来客が多くて。ヨシキのこと好きじゃないわけじゃないんだよ。ごめんね。早いね。まだ寝てる。ほのか、起きてるでしょ。ミキちゃん起こしてあげて。電話が来てる。白崎くん、起きて。電話だって。お、早いね。愛の力。マサホからだよ。
ちができちゃって、どうしても外せないの。ごめんね、本当。ごめん。今日お弁当作ってこられなかったの。けど、ごめんね。明日はちゃんと作ってくるから。
ごめんね。夕べ遅くなっちゃって朝起きられなかったんだ。それもごめん。ほんと急な用事で。え？あ、ううん、それは。昨日は本当に。関係ないよ、全然。ヨシキが反省することなんてないし。怒ってないよ、何にも。ヨシキこそ怒ってないの？私から誘ったのに急に中止になっちゃったし、そのせいでお弁当まで作ってこられなかったし。ごめんね、心配させちゃって。謝ってばっかりだね、今日の私たち。うっそ、怒らないで。怒らないでよ、昨日の埋め合わせはちゃんとするからね。デート、今度の土曜日にしよう。いいよ。何？決まりね。あのね、ヨシキ。明日のことなんだけど、都合がつかなくなりそうなの。
違うよ。ちょっと家の用事で。が取り柄だもん。バレてた？2回続けてたから言い出しづらくて。でも大丈夫だよ、土曜日で。使わせちゃって。ありがとう。
今日はまっすぐ帰るよ。テスト近いでしょ。なーに？その意外そうな顔は。狙ってるわけじゃないよ。そんな頭もないし、でもあんまり悲惨な点数取ってもまずいもん。2学期には進路のことも考えなきゃいけなくなってくるから。うん、よしきも2年になるとき選択科目の話で考えさせられると思うよ。このままひなみにいればだけど。進学、短大にするか4年生にするかは考え中。お嫁さん、もらってくれる？保育士かな。子供の時からの夢なんだ。私、昔から近所の子供たちに懐かれてたし、割と向いてるんじゃないかなって自分では思う。まあ単に自分が子供でレベルが一緒ってだけかもしれないけど。あ、よしき？そうだよ。私の友達もほとんどは大学に行って考えるって言ってるし、第一、ヨシキはまだ1年生じゃない。頑張れ。じゃあしばらくは寄り道できないね。
ううん、ちょっとならいいよ。私だって毎日速攻で家に帰るなんて嫌だもん。でもちょっとだからね。大丈夫だと思う。ううん、平気。土日ずっと勉強なんかしてたら死んじゃうよ。PGL に行く。絶対。ただし雨天順延。